ビデオ会議、ビデオ会議、A、ビデオコンフランシングとは、対話型電気通信テクノロジーにより、複数の遠隔地を結んで、双方向の画像を及び音声による会議を行うこと、グループウェアの一種でもある。会議向けに設計されているという点で、個人向けのテレビ電話とは異なる。テレビ会議あるいは TV 会議とも呼ばれる。単純なアナログ方式のビデオ会議は、 テレビの発明とほぼ同時に実現された。この場合、システムは2台の CCTV システムをケーブルで接続する。世界初の有人宇宙飛行で NASA は双方向の無線リンク、UHF または VHF を使った。テレビ局では遠隔地からのリポートなどで普通にビデオ会議的なシステムを使用している。その後、人工衛星によるリンクを使ったものが 一般化してきた。この技術は非常に高価であったため、遠隔医療、遠隔教育、ビジネス会議などといった普通の活動に特に遠隔であればあるほどを使われることはなかった。電話回線網を使った低品質のビデオ会議システムの試み、AT&T などが実施は当時のビデオ圧縮技術が貧弱であったこともあり、品質が低すぎて一般化することはなかった。 1970年代の 1MHz の帯域幅と 6Mbps のビットレートのテレビ電話も広く普及するには至らなかった。1980年代になってデジタル電話回線網、ISDN などが利用可能となり圧縮された動画と音声の転送に最低限必要なビットレート一般に 128K b 秒が保証されるようになった。 ISDN ネットワークを利用したビデオ会議システムがいくつか市販されるようになり、世界的に広まっていった。ビデオ会議システムは1990年代に専用装置から汎用のハードウェアとソフトウェアを利用したものに進化していった。そして IP ベースのビデオ会議が登場し、さらに効率的なビデオ圧縮法が開発され、パーソナルコンピュータによるビデオ会議が可能となった。 IP ベースのビデオ会議システムとしては以下のようなものが開発された。ビデオ会議の中核となる技術は動画と音声のリアルタイムでのデジタル圧縮技術である。このような圧縮を行うハードウェアやソフトウェアをコーデック、コーダー、デコーダーと呼ぶ。圧縮率は最高で1、500にもなる。圧縮されたデータがパケット単位に分割され、 何らかのコンピュータネットワーク上を転送される。モデムを使えば、電話回線網を使うこともでき、低品質ながら、テレビ電話も実現できる。ビデオ会議システムには他に、以下のような要素が必要とされる。ビデオ会議システムは、実現形態によって、以下の2種類に分類される。ビデオ会議システムの基本機能の一つとして、エコー除去がある。エコー除去は、音声出力。 スピーカーの音声がある時間後に再びコーデックの音声入力、マイクロフォンに拾われてしまった機に発生するエコーを検出するアルゴリズムである。エコー除去をしない場合、遠隔にいる人が自分の声が戻ってくるのを聞いてしまったり、強烈な残響によって聞きにくくなったり、ハウリングが発生したりする。エコー除去はプロセッサ能力を要する処理で一般に 微妙な感覚の音声の繰り返しを処理する。3地点以上でのビデオ会議には、一般に、多地点接続装置、マルティポイント、コントロールユニット、マクを利用する。これは、複数の発信地からの信号を中継する装置である。各地点からマクに接続するか、マクから会議参加予定地点に順次接続する。マクには、IP 用のものと ISDN 用のものがある。 また、完全にソフトウェアで実現された MAC もあるし、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで構成される MAC もある。MAC が制御可能な接続数は様々で、データ転送能力や利用可能なプロトコルも様々である。また、複数地点を同時に画面表示する機能を持つものもある。MAC は独立した機器の場合もあるが、ビデオ会議システムに組み込まれている場合もある。 システムによっては、MAC を使わずに立ち点間会議を実現できる。その場合、H323 標準規格に基づいた、ディーセントラライズドマルティポイントという技術を利用し、各地点から直接他の複数地点にデータを送る。この方式の利点は、中継地点がないために動画と音声が高品質となる点である。また、MAC が、 利用可能か気にせずに立ち転換の会議を急に行うこと可能である。ただし、この場合、複数地点とデータを直接やり取りするため、ネットワークの帯域幅は広くなければならない。ビデオ会議に使える機器は普及してきているにもかかわらず、コミュニケーション手段としてのビデオ会議の普及を妨げている原因として、以下の2つが挙げられている。アイコンタクトの問題は、 技術の進歩で解決されると思われるが、見られているという意識の問題は、人々がビデオ会議になれるしかない。国際電気通信連合は、ビデオ会議に関する3つの標準規格を策定した。最近では、IP 上のビデオ会議が最も一般化してきつつある。政府や軍関係などでは、H320 の ISDN ビデオ会議が多いが、価格低下とブロードバンドの普及により、H323 の IP ビデオ会議が普及してきている。H323 の利点は、デジタル化入車線などの高速インターネット接続がある人なら誰でもアクセス可能という点である。さらに IP が好まれる理由として、Web 会議という形でビデオ会議を設定することが容易である。この形態では、 様々なマルチメディア環境を会議で簡単に利用することができる。それなりのコストで高速インターネット接続が広く可能となりビデオキャプチャなどの技術コストも低下している。そのためウェブカメラとパーソナルコンピュータやソフトウェアによるコックなどを組み合わせて簡単に誰でもビデオ会議が可能となってきた。ハードウェアの性能は向上し続けており価格も低下し続けている。 フリーなソフトウェアも登場して、ソフトウェアによるビデオ会議は誰でも可能な時代となった。ビデオ会議はリアルタイムの遠隔医療、診断、問診、医療画像の転送などでの応用で重要な役割を果たす。ビデオ会議システムを使えば患者が看護師や医師と緊急時に連絡を取ったり、遠隔の専門家同士が症例について話し合うことが可能となる。 特に僻地での診断用途に活用できるようになれば多くの生命を救うことにつながる。顕微鏡に接続可能なデジタルカメラ、ビデオ内視鏡、超音波検査用画像機器、オトスコープなどをビデオ会議システムと接続して患者のデータを送ることも可能である。ビデオ会議により遠隔にいる個人同士が簡単に会議を行うことが可能となる。 旅行にかかる時間と金を節約して会議を開くことが可能である。VOIP のような技術をビデオ会議を共に利用してオフィスの自分の席で会議が可能となる。同様の技術は従業員が在宅で働くテレワークにも活用される。テレプレゼンス会議は会議参加者を等身大でリアルタイムに表示することで臨場感を増す。 これはビジネスでの会議の概念に衝撃を与えつつある。ビデオ会議をウェブサイトに導入し、職場にいたままビジネスを迅速に進めるという形態が増えつつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。